きます。サーチモード解析完了です。はい。じゃあ、ありがとうございます。行きますね。はい。私の番です。ブリューン負傷者、今です。皆さん、お願いします。行きます。俺の番だな。壊せ。お前の番だな。チャンスだ。続きます。私の番です。はっ、チャンスです。もらった。行きます。えい、今です。続きます。行きます。えいやったですけど、一つには技術者として成長したかったからですね。もう一つは大切な人たちの代わりに帝国っていう国を見てみたかったから。そしてもう一つ、ある友達との約束があるんです。その子はすごくて、何でもできて、大切な家族を亡くしちゃったけど、新しい家族と前を向いて歩いてるんです。実はその子も帝国に、特にクロスベルに行きたかったんですけど、それでもめげずにリベールの学園に通ったり、ギルドを手伝ったり、王国での動力ネットの導入試験なんかにも積極的に協力して、私すごいなって思うだけで全然ついていけてませんでした。でもある時気づいたんです。その子はその子らしく、自分ができることを精一杯やっているだけなんだって。亡くした家族、新しい家族にふさわしいようすぐ頑張り続けているだけなんだって。ちょうどその時、ジョルジュさんやオリビエさんからの連絡で知ったんです。帝国であのシュミット博士が顧問を務める、いろんな技術に触れられる学校ができるって。そして帝国のギルドが大変なので、アガットさんともう一人の遊撃士の人が出張することが決まった時、私も大切な人たちに相談したんです。自分の可能性を広げるため、帝国の学院、トールズ士官学院第二分校に行きたいって。いきなりの話で、家族を含めたほとんどの人に反対されたんですけど、その子だけが賛成してくれて、他の人たちの説得に回ってくれて、でも代わりに言われたんです。ティータ、一つ約束をしましょうって。無事でいること、無理をしないこととかはみんなが言うだろうから言わないわ。今度再会した時は
お互い一つだけ。頑張った成果を見せ合いましょう。私の一番の親友です。私の番です。行きます。私の番。今です。もらった。や。チャージします。助かります。戦闘終了。そこを下った先だな。飛び降りてもいいが、受け身は取れよ。もう、分かってますって。やっ。強敵か。相手にとって不足はねえ。ほら、ギアが崩れたぜ。続きます。私の番ですね。えい、チャンスです。一気に攻めましょう。さてと、行きます。はい。ごめんなさい、崩れました。追撃します。やあ、私の番です。アークス駆動。任せる。崩れたぜ。続きます。はあ、チャージします。行きます。うん、そこで。続きます。とどめです。さすがは ZCF、 凄まじい出力ですね。クラウソラスもすごいよね。